30代めちゃくちゃ楽しみ。20代前半の時に感じてた苦しいとかって割と小さなことだったりするんだよね。そう、今まで頑張るって言ってたことを楽しもうに変えていける、そんな30代にします。アラキアラキ海だ、めちゃくちゃ綺麗だね、うん、なんかちょっとさ年末感ない？早いけど年末というか年末年始の前に30歳の誕生日がやってきますけど。あー15日ね、うん、そうね、やばい、もう30歳なんだけど。どうですか、やばいというか30歳目前にして。へー、どう、楽しみ、それとも20代じゃなくなるのがちょっと悲しい？え、30代めちゃくちゃ楽しみ。楽しみ、うん、超楽しみ。なんか、うん、本当に私の周りの30代の女性たちは、うん、本当にみんな30歳超楽しいって言うから、うん、え、そんな楽しいのっていうぐらいの、うん、もうなんか楽しみしかない。で、砂利なんだ ね、 いいね、歩きやすくていいね。海まで来たよ、うん、綺麗だわ。歩いてみるか。30歳ってこんなさあ急にやってくるのって感じするんだけど。何も変わらないよね。何も変わらないんだよ。だからなんか30歳になるからにはもっとなんかいろいろとこうしとこうああしとこうみたいな準備とかさ必要かなと思ってたのよ。気持ちの余裕もそうだし、なんか、まあ、いろんなことに対しての余裕があるのが30代だと思うから、うん、と思ったんだけど、うん、まあ余裕は自分の中でちょっとずつできてきたなとは思う。おー、いいね。少しずつ。でも、これで、これ、この余裕の感じでいいのかなっていう、なんかもっとこれなのかみたいな。そうそうそう、なんかもっと余裕を持ってるってイメージだったっていうかさ、なんか意外とそんな思ってたほど30歳って大人でもないかもな。そうなの、思うやね。いつから変わってない気持ち？中学校2年生から変わってないそれ結構やばい、まあ、確かにみっちゃんはもう中2で成熟してる感じあったからね。私はでも高校2年生ぐらいからあんまり変わんなくって、うん、考えとかなんか、あ、考えね、考えか、考えっていうかさ、なんかベース、大きなベース、高校2年生から変わんないなみたいな気持ち、マインドっていうか、見た目とか考え方とか、考え方は大きく全然違うね、そういう意味では。そうそうそう、は、考え方というか、なんかその、あ、もうこうやって楽しみながら生きていこうみたいに固まったのは、うん、大学生の時かな。って思うわ。ああ、あったかい。あったかいね。30歳になるぞっていうなんか意気込みは必要だなって思った。そう、だからなんか覚悟は必要だった。でも何言ってるか分かんない。覚悟は必要だったけど、うん、なんか余裕はそんなになくてもいいのかなって思った。なんか自分らしいかもそれが。なんか余裕がなきゃいけないと思ってたけど。そうそうそう、なんかそんなになんか自分が追い求めてる究極の余裕はいらないなと思って、うん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 、みんなそんな余裕あるわけじゃないじゃない。意外とこんなもんかっていうのはあるよね。余裕がある日もあればない日もあるしっていう、なんかそういうのでいいんだなって思いました、はいはい、目前にして。足摘みする？あるよね、なんかこういうさ究極のみたいな。石摘みアートってない？あんの？なんかこういうのでさ、こうやってこういうなんか視点を探してやるみたいなやつ。ああ、あるじゃん、たまによくわかんないぐらい積み上がってるやつ。これ綺麗だよね。
これ見て、なんか入ってるね。これとかなんかあれみたい、恐竜の卵。中心を探すんだよね。乗る、乗らないと思うのに乗るんだよ。すごくない？20代の感想と30代への抱負をお願いします。抱負か。あ、違う、心に残ってること。うん、うん、でもやっぱり本当にとにかくさ、うん、いろんな作品をやったから、もうとにかくいっぱい働いたことが、うん、20代は心に残ってる。なんか走り続けたなっていうかさ、うん、楽しいこともあったし、うん、苦しいこともあったけど、なんか全部まっすぐ向かってこれてよかった、なんか向き合ってよかったなって今思うとより思うし、なんか20代前半の時に感じてた苦しいとかって、多分今向き合ってみると割と小さなことだったりするんだよね。うんうん、なんかそれが成長だなってすごい思う。だね。うん、そうやってストレッチしていくのね。そう。ちょっとずつ、やっぱ急にさ、伸ばされたってさ、びっくりするわけじゃない。心も。うんうんうん、でも、こんな急に伸ばさないで、あ、なんかちょっとずつこう、あ、これくらい、これくらい大丈夫かな、これくらい大丈夫かなって、ちょっとずつ心もね、体もそうだけどさ、心もやっぱりそうなんだなって、なんか柔軟ストレッチして、なんかちょっとずつなんかあってもすぐ認めたりとか、すぐにこう何かしなくていいから、うん、ちょっとずつ認めたりとか、なんかちょっとずつ自分の中で納得していければいいんだなっていうことを学べた20代でした。だからまあみんなもそうだけど、なんかそんな急に大人にならなくていいっていうか、急に何かを受け入れたりするのってすごい大変だから、なんか気持ちも体もちょっとずつストレッチしながら、そう、なんか自分のタイミングで焦らずね、進んでいってくれればいいな、私のファンの人たちもって思います。30代の抱負は、うん、なんだろう、もうでもさ、うん、30歳まで生きたってことはよ、すごいね。もし90歳までだとしたら、自分の人生が3分の1終わっちゃってるからね。うん、あっという間だよね。これからどうしていきたい、どういう30代に、どうしようなりたい。でもやっぱり楽しいことをずっとやってたいし、20代後半、特に今年とかは行きたいって思って、行けるタイミングだったら行ってみようみたいな、なんか自分の中で思って行動してみたんだよね。それこそみっちゃんとフランスも行ったしさ、うん、韓国も思い立って行ってたよね。そう、韓国もなんかどうしても行きたくて急に行ったりとかしてみて、あ、いいなと思って、なんかこの感じ、フットワークめちゃくちゃ軽く過ごせたからだけど、なんかそのフットワークの軽い感じが自分の中ですごいしっくりきたっていうか、あ、こういう30代にしていこうみたいな気持ちに慣れたから、なんかもっともっと柔軟に、なんか決めつけずに楽しむ30歳にします。
30歳とか30代に。30代も楽しみましょう。します、はい、頑張ります。頑張るっていうか楽しむ、楽しもう、うん、楽しもう。なんか目標はおばあちゃんになるまで笑ってることなんで、なんかそれくらいの余裕を持ち続けられるような、うん、おばあちゃんになることなので、いいね、そこに向かって頑張りましょう。頑張るじゃないね、楽しみましょう。頑張るって言っちゃいけない、言っちゃいけないことないけど、そう、今まで頑張るって言ってたことを楽しもうに変えていける、そんな30代にします。はい、見て、結構難しかったよここまで。石アート結構難しいんだからこれ。